こんにちは。トイテンラーセイナ。本来チュンターセノイベーチューデー。ハロウィン、渋谷に来た人が 20% 増えた。バタナ。10月31日の夜はハロウィンでした。渋谷区は事故やトラブルの危険があるため、ハロウィンの夜に渋谷駅の周りに来ないでほしいと言っていました。しかし31日の夜は去年より 20% 多い人が渋谷駅の周りに集まりました。若い人や外国人などがお化けやアニメのキャラクターの服を着て渋谷センター街などに来ました。歩道橋で止まったり階段の手すりに上がったりして危険なことをする人もいました。渋谷駅の周りでは10月から夜外でお酒を飲むことが禁止になりました。31日の夜外でお酒を飲んでいた人は200人ぐらいで、去年より100人ぐらい少なくなりました。渋谷区の区長はハロウィーンを楽しむために来た人の多くが外国人でしたと話しました。国などと協力して外国人に正しい情報を伝えたいと言っています。言葉の練習をします。ハロウィン、ハロウィン、お化け、お化け、アニメのキャラクター、アニメのキャラクター、歩道橋、歩道橋。10月31日の夜はハロウィーンでした。渋谷区は事故やトラブルの危険があるため、ハロウィーンの夜に渋谷駅の周りに来ないでほしいと言っていました。しかし31日の夜は去年より 20% 多い人が渋谷駅の周りに集まりました。若い人や外国人などがお化けやアニメのキャラクターの服を着て渋谷センター街などに来ました。歩道橋で止まったり階段の手すりに上がったりして危険なことをする人もいました。渋谷駅の周りでは10月から夜外でお酒を飲むことが禁止になりました。31日の夜外でお酒を飲んでいた人は200人ぐらいで、去年より100人ぐらい少なくなりました。渋谷区の区長はハロウィーンを楽しむために来た人の多くが外国人でしたと話しました。国などと協力して外国人に正しい情報を伝えたいと言っています。皆さん、今日も動画を見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。